ヴァンガードのリーダーの信号がどちらも途絶えました。ガーディアンとの通信はつながっていますが応答がありません。まだ私たちは無事です。墜落しましたがどうにか到着しました。この場所はトラベラーは我らでは理解することができないほど複雑多岐な存在です。あなたたちはまだ境界にいます。あなたとトラベラーのペイルハートの間に待ち受けるものは目撃者による超因果の切断の副作用です。目撃者の力がポータルから伸びてくるのを感じます。私が時間を稼ぎます。行きなさい。宿られた兵です。目撃者が私たちを探し出すために仕向けたのでしょう。凝縮された暗黒の球体です。狂心のシェルに隔離されています。破壊しましょう。おお、暗黒が紐解かれ、何かを投影しています。重ねられた可能性です。宿られた兵がいます。ただ奇妙なことに、彼らから凝縮された光の源を示す反応があります。私たちにはさらなる光が宿りました。もう一度凝縮された暗黒を発動してみましょう。光が想像上の構造物を実体化させました。スキャン結果は不明瞭です。時代と材料組成から矛盾した反応が出ています。あの生き物は何なのでしょう。一見作用の動物、その遺伝子がねじまれ変異しています。黒き艦隊の手先です。ネザレク、ルラク、そしてカルスですら始まりに過ぎなかったのです。
あなたは先へ進んでください。ヴァンガードとは連絡が取れていません。兄とのつながりでさえも薄れ始めています。私たちは必ず仲間を見つけます。ダメです、勝てません。私を押し返しています。その意志を全てに及ぼそうとしています。ポータルを可能な限り維持します。全ての運命をあなたに託します。ガーディアン、急いで。
兄を見つけたら味方の連合軍がヴァンガードに代わりシティを守ると伝えてください。できる限りの全速力で援軍に向かうと。どうか兄に伝えてください。私が。それはもう伝わっていますよ。失敗に必死にしがみつく。お前たちは敗北したな。諦めんな。奴が私たちを見ています。これ以上抑えきれます。私たちは生きて、これはまさか。ガーディアン、あのビジョンは。ここはおそらくトラベラーの内部です。
界を超えたのです。私たちは本当に、マラ、何も受信できません。太陽系からの信号はゼロです。ザバラ、イコラ、聞こえますか？返事がありません。孤立状態です。この場所一帯に光を感じます。草や空気中にも。トラベラーの内側がこんな風になっているとは想像もしませんでした。ですが美しい、それに懐かしい。これはシティの建造物。目撃者の手下です。おそらくは征服された種族の慣れの果てです。私ならあの光と暗黒の源泉から湧き出る力をあなたに注ぎ込めようかと。もう少し近づいてください。
防御を破ったのです。通りに見覚えがあります。あの店も。
ここはかつてヴァンガードの司令部だった場所です。だいぶ変わっていますが、ここには今までにないほど光と暗黒が溢れています。手を伸ばせば全ての力を引き寄せて自在に操れるような気がしてきます。できますか？光と暗黒の境界線が消えた。消えました。ガーディアン、あなたは光と暗黒を一つにしたのです。どうやって？これは利用するしかない。私たちは今までより強くなった。これならできます。行きましょう。応答装置の信号はすぐ近くです。信号はこの中から。危ない。
た。今のはきつかったですね。少し休ませてください。トラベラーは傷を負っています。感じるのです。どうも。さて、どうしましょう。多勢に無勢で仲間もいないし、この音は一体何です？あっちの方からだ。クロー、もう少しマシなブーツを買え。足音でバレるぞ。ユルドレンの忍び足を見習ったらどうだ。クローじゃねえな。こいつはたまげた。ケイド、何年ぶりだ。元気か。援軍が来ることは坊やから聞いた。ヴァンガードが精兵を送るってな。会えて嬉しいよ。誰かとクロウの間抜けな髪型について話せるからな。来いよ。質問が山積みだろ。答えてやれる自信はないが、話そうじゃねえか。クロウの髪型好きですけどね。どこから始めようか。死んだのは覚えてるよな。俺が悪い。まあこれはいい教訓ってことだ。その後は虚無だ。だが悪い、虚無じゃない。そう、そこは穏やかだった。あいつもそこにいる気がした。サンダンス、俺のゴースト、あいつは俺の一部。いや、逆か。俺たちはデッキに戻った2枚のカードのように一つになった。その後に感じたのは痛み、そして隔絶。俺は引き離された。一人でここで目覚めた。ゴーストもいない、光も使えない。ただでさえトラウマになりそうな体験なのに、俺を殺した奴も現れた。だが俺たちも大人だ。話し合った。今は悪い奴ではない。昔は。それより目の前には厄介で奇妙な問題があった。クロウにここがトラベラーの中だと聞いたが、分かっていた。感じる、トラベラーの苦しみを。あのモノリスには手に刃を持った誰かがいる。クロウは目撃者だと。奴がやることに名前がある。最終形態、
全ての森だ。どう思う？それを阻止してやろうかな。さっきも言ったが、また会えて嬉しいよ。こんな状況じゃなきゃよかったが。ええ、私も嬉しいです、ケイド。またこうやって。びっくりするのも無理はない。井戸端会議と行きたいところだが、今はそんな場合じゃない。さっさとクロウを探しに行くぞ。先にお前たちが来た。悪い予感がする。ええ、その通りですね。再会を祝うのは後にしましょう。ガーディアン、その前に二人で少し話がしたいのですが。これはお邪魔だったかな。最後の連絡ではパトロール中だった。異常現象がどうとかって。俺はこの先を偵察する。後でな。あなたたちが話している間にケイドをスキャンしました。彼に間違いありません。いくつか不可解な反応がありました。彼は光でできています。私やトラベラーと同じように。ゴーストは光の導き手です。ケイドは光を武器として使うことはできなくても、私たちゴーストと同じなら彼もトラベラーの光を共有することができるかも。確かなことはまだわかりませんが。でも得られたものはそれだけではありません。あなたの中では光がより自由に流れています。暗黒と調和しながら、そこにあらゆる色彩がある。ここまで壮大な体験をしたのはこれまでに一度だけ。私の起源ガーディアンを蘇らせるためにトラベラーがゴーストを創造した時です。トラベラーを目撃者から救うには助けが必要です。ケイドが掴んだクロウとグリントの手がかりをまず追いましょう。